はい。ということで、お便り会でございます。はい。えー、今回はですね、うん、まあ、これから行こうかな、じゃあ。はい、はい。えー、岸本さん、林さん、奥様、こんにちは。こんにちは。以前、マレーシアで生配信デトックス治療をしていただいた、うん、レイと申します。はい。その説は、お便りを読んでいただきありがとうございました。えー、その後、多忙すぎるブラック企業を退職して、現在、えー、札幌に住んでおります。うん この度幸運にも、林さんが出演された札幌、えー、なんだこれ、もののけ録っていいのかな、うん、はい。札幌もののけ録に行くことができましたので、うん、感想とお礼と林さんを褒め殺すを頼りにしたら貯めるべくパソコンに向かっております。嬉、えー、しい。配信ではなく現地参加のイベントということで、お腹デトックスの波が来ないよう、飲まず食わずで本番に臨んだ当日。うん 都市ボーイズさんのふざけたオープニングを見慣れている私は、暗がりの中、シーンとした階段ムードに若干戸惑い、緊張気味で客席にいました。ああ確かに僕らって階段っぽくやらないもんね。いや、もうどれを指して言ってるか、ね。いや、全部のイベント。ふざけたオープニングっていうのは。全部のイベント。ああそうかな。のその、そーっと出てきて、どうもーって始めるからね。階段っぽくはない、ね。階段のあんまりわかんないけど、うん、えー、身動きしてはいけないような空気の中で、 えー、翔平さんの会談が終わると、うん、田中さんとチャーミーが姿を現すここでひとまずいい意味で力が抜けました、うん、周りの人も笑ってもいいんだという空気になったようです、うんえー、その後新内林さんの登場です、うん、もうオーラが半端なく<ー>感動で涙が出そうになりました <laughs> 1> 第1部では山の海でも海の海でもなく 話したいことをやるという型破りで、かつ期待を超える強いネタ。嬉しい。声のトーンや観客を引きつける話し方、たたずまいもカリスマそのものでしたし、破天荒に見せつつ、実際には細やかな気配りもされている方だな、と感じられる場面もあり、えー、改めて林さんの凄さを知ることとなりましたそうなんや。えー、また翔平さん、深津桜さんの本格的な会談と、 林さん、田中さんの写真や呪物を使っての動きのあるトークのバランスも良く、うん、え終盤に行くに従って会場の雰囲気も盛り上がり、大満足イベントとなりました。嬉、うん、しい。本番終了後、林さんにお会いできたのですが、間近で見ると、さらにオーラが凄す,すぎて、光っていたので、<え>緊張から自分の名を名乗ることもできず、挙動不振になってしまいました。はい、そして林さんはそんな名も言わぬ失礼な自分に優しく接していただきくださいました。<laughs> ちなみに秘密クラブの会員証にサインを書いてもらったのですが、えー、岸本さんのスペースを開けておきますねとおっしゃった林さん、<ー>改めて岸本さん愛を感じました。はい、アンケートには林さん最高だったので、ぜひまた出演してほしい。そして、年越えでお二人を呼んでほしいと書きましたので、お二人での、えー、来撮っていうのかなも期待しています。あ、札幌、あ、そういうな来犯とか、来、 ね、状況とか、ね、みたいなね。はい。来札でいいのかな。これまで現地に赴くイベントはプロ野球とコロッケモノマネ賞ぐらいだったんですが、いいおかげさまで新たに現地参加を楽しめるジャンルが増えました。えー、都市ボーイズ最高速さん、最高岸さんも褒めたいから早く札幌来てください。以上と長々と書いてしまいましたが、遠路はるばるお越しいただきありがとうございました。今後も応援しています。ありがとうございます。 えーレイさんですね。レイさんね。からいただきました。多分、幸せに死んでいくと思うわ。なんでこの人は。どういうこといや、もう人を褒めることができる人っていうのは幸せで生きていきますよ。ああ、そうなんだ。本当に。じゃあ、次行きたいと思います。なんでなんでいつも言うじゃん。なんでじゃない。いつも言うじゃん。なんか、この話どうですかみたいな言うじゃん。今回何もないからなんでとか。いや、あの、次もね。質問あるんですけどいいですか、岸本さん。俺光ってる。 すごいね。この方、ずっとオーラがもうすごい出てるって言ってるな。配りができるっていう風に。ほらね。じゃあ次行きたいなんでいやいやいや、いいでしょ。いや、検証しましょうだいぶ、だいぶしがんだでしょ、今の。ちょっと考察して考察、ない、要素がない。するタイミングもないし。まあまあ、岸本さんね、次。次というか、まあ北海道ね。ちょっとね、ま、また、あれ同じやつあるんですよ。札幌ものの系。 えー、あ、また別のもののけろくの感想ですあでノノ。あ、別ではいはい。ちょっとこれも続けて,て読みたいです。えー、嬉しい。はい。えー、オカルトネーム、ロマネスコの民さんから頂きました。ありがとうございます。 林さん、林さんの奥様、こんにちは,にちは、えー。林さん、札幌もののけ6、お疲れ様でした。はい、あんなに大きな会場で、大人数で会談を聞ける機会はそうそうないと思い、投資で参加させていただきました。ありがとうございます。投資って何あのね、一部、二部があったのよ。ああ、前半、うん、後半みたいにしたんでそう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 。うん、なるほど。で、チケット別でっていう。はいはいはい、うんえー。念願の猫ちゃんの置物が生で見れて、超嬉しかったです。うん 友達と参加したのですが、妖怪の話あるなら、と誘った時に言われ、林さんなら山の会、海の会なら話しそう、と思い、適当にあるある、と答えていたので、はい、無視します、宣言には内心ヒヤヒヤしました。<laughs> <laughs> が、結果皆さんの話が全て面白く、私も友達もとても楽しめました。うん、実は、会場で不思議な体験をしたかも、と思いーメールをさせていただいております。そう。

次は会場が鳴ってる、ん次は会場が鳴ってるの早く取れよとだんだん腹が立ちました。うん、BGM も似たような音楽だったからでは、と友達には言われましたが、スピーカー方向の前ではなく、真横から聞こえていたのです。うん、イライラしているまんま、田中さんが終わり、林さんが登場。うん、呪物の話の中は鳴らず、うん、えよかったと思い、やっと心も落ち着きました。うん 事故物件に住んでいる視聴者の方の話の途中、すぐ後ろから光を感じるのです。<え>次はスマホ触ってるのかよ。といラ。体感5分くらいずっと触っているのです。うん、限界になりそうだったので、光の理由が知りたく、振り向くと、普通なら1人か2人サイズ、ふわーっと明るいならわかるのですが、とっても広い範囲、何席にも渡り、何段も明るく、光源がわからないくらい輝いていました。うん 不思議体験の多い友達に終わったあとで聞くと「私は光がくるくる動いていた」とのこと、えー、その辺りから後ろに人が立っている感覚があったと教えてくれましたうん、うん、私は今まで階段大好きですが不思議体験はなかったので楽しい話も聞けてこんな体験のようなものもできて大満足でした、えーえー、林さんは光気づきましたかい<や>長文乱舞失礼しました音も光も全く。 このさ、いわゆる、うん、なんていうの、ピリリリリリっていう音、うん、もし本当に鳴ってたら、うん、気づくよ誰か注意するんじゃないかなと思うんだけどね。うん、あと、その照明みたいなライト、うんあの、僕らの方にバッチバチに光当ててたから、うん、お客さんの方が見えないぐらい真っ暗だったの、ライト当ててないから。お客さんはどういう感じで座ってんの、そのパイプ椅子みたいに座ってるのいやいや、あの普通に、ね、映画館みたいな感じで。 あ、席があるんだ。そうそうそう。あの、後ろに行くにつれて坂で登ってるみたいな感じに、椅子が並べられてあって、で、そこに座るんですけど、お客さんがね、光当ててないから、真っ暗いんですよ。あの、ヒューマックスみたいな。そうそうそう。なんで、もし光がお客さん側でバチッと光ってたら、僕絶対見えてるはずなんですよね。だって、スポットライトみたいになっちゃうよね。そうそう。おかしいからね、それって。で、気づかないわけないんで、僕は全く気がつかなかったです、それに関しては。 音も光も音も光ないとかだってありゃ気づくし絶対にあでもそっかお前は気づくわけないんじゃないお前の時には止まってたんだもん光はでも俺の時ってなかったあそうだっけ田中さんあそうだ終わって次そうだねあそっかそっかだから絶対気づくはずなんで田中さんはもしかしたら音聞いてるかもしれないってとそんなこと言ってなかったからね別田中さんも終わった後に結構印象残るよね出てる側からしてそのうん 長時間。そうそう。ねピリリってなってたら。覚えてると思う。だって、あの、奥さんとね、僕で、二人である芸人さんのライブ行ったのよ。結構狭いところで。で、そこで。れと別の話。別々。で、奥さんがその芸人さんがね、まあ、奥さんが目当ての芸人さんが、ネタやってる時に興奮しすぎて足をピンってやっちゃったのよ。そしたら、カンカン蹴っちゃって自分が飛っできたやつを。で、これコロンってなって、で、それを、いじってくれたのよ。うん。うん。 あの舞台の人がね舞台でいじってその後にえっとねえっ、ー、と「ザ・漫才」かなその時確かまだ「うん、ザ・漫才」で決勝まで行ったのよその人がえー、ほい,ほいその時にインタビューで、うん、ある劇場でカンカンコンコンってなってその時に、うん、私らの起点じゃないけれどもアドリブで返して、うん、それがすごい受けたとうん で、ネタ中にね、自分がこれで行こうと思ってるネタ中に、うん、あんなアクシデントが起きてもちゃんと返せるぐらい僕らはネタをしっかりやってたんだっていうことで、うん、あ、このネタで行こうって決めたっていう話があったのよ。へー。そう、だから劇場とかで何かあったら絶対気づくはずなのよね、うん、そういう風に。まあね、ちょ、ちの、狭きりゃ狭い方が、うん、特にわかるだろうけど。音、ライトなんで絶対気づくよ。そうよね、うん。見てるもん、結構、うん、僕らってお客さんの方を。 要は自分と、しかも友達も、うん、なんか同じような感じのことを体験してるってことだから。うん、あれかななんだろうね。おそらくなんですけど、うん。早瀬なんじゃないちょっと言う,いうとかさっきの一通目で、ああ<ー>。すっごい早瀬光ってたオーラあったと言ってたから、うん,うん。その光源って、うん。なんじゃないうん、うん、それ、かもしれないっすね。<laughs> それ、 っていきましょうか、じゃあ。ね、いつもさ、うん、俺もそう思うって言ってくれるじゃん。<laughs> 言ってよ、ここでも。俺もそう思ったって言ってくれよ。そう思ういいってくれるじゃん。で、俺もそう思うって言った時に、じゃあじゃあ、うん、俺もそう思ったって俺が言う前に。<laughs> 俺もそれ思ってたけど言わんかったぐらいの感じ言ってくれるじゃん、いつも。で、あ、同じこと考えてたや。あ、やっぱ二人でやってきてるだけあるわって思うのよ、毎回。言ってよ、この時も。はいはいはい。俺もそう思う。それは、思ってた。思ってなかったんで。なんでやねん、俺。意外な角度からの、あの、可能性が出てきたんでね。ちょっとわかんなかったですけど。まだ伸びしろありそうやな、俺。木持さんがそこできないこと言ってた。でもまあ、確かにあれだな確かに俺だった。いやいや、そこじゃなくて。あ、そこじゃなくて。まあ、あの、 いいイベントだったということですね。絶対に気づくからね。でも、なんか、お客さん側で体験することって多いんだよね。海外イベントってね。そもそも。てか、その前にさ、後ろにさ、あの、係員さんいるのよ。うん。人の気配みたいな言ってたやつあの、いや、そうそう、ライトも、ええと、音も、係員さんいるから、絶対気づくはずでしょ。その人らが。まあ、だいたいちゃんとしてれば、注意しに行くよね。 <で>その人らと話しましたけど、うん、そんなことなかったよ話の中で出てこなかったよだからほんまに気づく人しか切れてないんじゃないそういうちょっと感じる人というかねえうんなんだろうねなんか知らのそういう話あったいやまっえあったかな会場でなんかあなるとかさ深津さくらさんが、うん 空から無数の光るおじさんが降りてくるっていう話をしたのよ。だそれ。その話すげえ好きなんですけど僕は。いいじゃん。なんか面白そうじゃんそれ。そうそう。自殺しようと思って山入ってもう死のかなと思ってる時に空からすっごい無数の光が降りてくるみたいな。なんやこれと思って綺麗だなぁと思って自分の目の前まで降りてくる時にえとその光のね中を見てみたら。よく見たら。 光るおじさんやったっ話をしてて、それがすんごい好きなの。むちゃくちゃ面白くって。ゃまあそれ短く喋るとね。で、かつさんの話むちゃくちゃ面白くって、で、なんかね、お客さんの前じゃなくてみんなで集まって MVP を決めようとあったのよ。今日の MVP を決めようって。で、その話がやっぱり面白いから深津さんが MVP に選ばれたのよ。そんぐらいやっぱり衝撃的だったから、俺らは。それ、じゃないじゃん。 降りてきたんじゃない会場にそうおじさんが来たおじさんがなくはないかもねそういうあの話すんごい面白いもんだってええちょっとそれタイトルだけでもちょっと見たいなってめちゃくちゃ笑ったもんなおもろかったズさんのキャラでその話されたら確かに笑うなあの真剣な表情と表情崩さずにな真剣なそうそう語り口でちょっとあれだよねその 田中さんとかお前とかちょっと、うん、あの、面白い顔しちゃうじゃない、うん、ちょっと。うん、こう、面白い話の感じにしちゃうじゃない。そう,そうね。やっぱ、ああいうのはね、うん、スンってした感じでやられると、やっぱ笑うよな。光がスーッと降りてきて、うん、目の前をふっと見たんです。そしたらね、その光の中に、おじさんが、いたんです。<laughs> <laughs> 無数のおじさんが空から降ってくるんです。なんだこれって。でもその時彼思うんです。 もう自殺やめようって。以上です。めちゃくちゃめかった。ちゃくちゃおもろかったよ。うん。それは、それでも、そっか。うん。笑っていいやらっていうタイミングだけど。笑ってた。うよな。みんな笑ってた。むちゃくちゃおもろかった。うん。好きやね、あの話。いいね、それは。それをそこで話す深さも好きやし。うん。あの。そうだね。チョイスした感じ。山の海で、落ちた もっとあるだろう。ありそうだもん。いや、もっとあるよ。たくさん、たくさん持ってるよ。いや、持ってるよ。本出してめちゃめちゃ売れてるぐらいなんだから、いや、おもろいよな、あの話、好きやわ。え、取りに行ったんかな取りに行ったんやろね。うん、おもいね。面白おもしろいね。そら MVP やわって思うわ。はい。うん。え、ということで、まあ、これ、二つでございます。はい。でございます。札幌の、あの、イベントでございました。ありがとうございます。もっと、あの、あれなんですよ。 見られるんでああそうなの、ね、これの時にも見られるのこの放送の時に、うん、アーカイブがあるのでまだしばらくあるそうですね、はい、あの札幌ものロケ録っていただければそのアーカイブをね、うん、ご購入できるチケットまで行くのでぜひぜひ気になっていただければちょっとご購入いただければ <laughs> はいありがとうございます <laughs> ということで、えー、じゃあ本来のお便りの方にいきたいと思います、はい えー、キシしょさん、ハヤさん、ハヤさんの奥様、いつも動画を楽しく拝見し,しております。はい。えー、魔術修行中、魔女ミナティと申します。なんじゃそれえー、霊能者の動画を拝見して、20年くらい前に一度だけ霊能者さんに見てもらったことを思い出しました。へ<ー>その当時、私の家の中ではちょっとした怪異な現象が起こっており、うん、またそれとは別に、夫側の家族、 がそれぞれぞ違う病気で次々と入院するというよくないことが続いていました、うんえー、幸いみんな命に関わるような病気ではなかったものの、うん、あまりにも立て続けに重なるので心配していたところ、うん、ママ友がある霊能者さんのことを教えてくれました、うん、その霊能者さんはとにかく当たると評判の知る人ぞ知るといった方で 政治家や有名人がお忍びで見てもらいに来るという話でした。<ー>私は半信半疑ながらも、怪異な現象や病人が続くことについて何かアドバイスがもらえたらと、藁にもすがる思いで、ママ友から霊能者さんの連絡先を教えてもらい、えー、ご自宅にお伺いする約束を取り付けました。うん、霊能者さんの容姿はあまりよく覚えていないのですが、痩せすぎの中年女性だったような気がします。 霊能者さんのご自宅の和室に通され、大きな、えー、大きな卓をは挟んで、向かい合わせに座ると、うん、目の前に白いメモと筆記用具を渡され、生、うん、年月日を書いて、と言われました。生、うん、年月日を書いて渡すと、霊能者さんはいきなり私に、あなた見える人と聞いてきました。うん、これは我が家で起こっている怪異な現象について聞かれているのかな、と思った私は、 いえ見えないですけど聞こえますとだけ答えましたかっこいい会社すると霊能者さんは「ああそれは子供ね面白がって階段を上ったり下りたりして遊んでるだけだから害はないし気にしなくていいよ」と言いそれを聞いた私はゾッとしました、うん、以前から私は真夜中に我が家の階段を上り下りする子供のような足音を何度も聞き人のいないリビングで物音や人の気配を感じることがありました、うん ただ今回質問しようと思っていた怪異な現象というのはこのことでした、えー、霊能者さんによるとこの子供は古くから土地に住んでいるものであなたの家には小さい子供がいるのでそれに惹かれて寄ってきたのだろう悪いものではないので怖がったり心配したりしなくていい、うん、ということでしたでも私がぞっとしたのはその怪異な現象の正体ではなく私が質問するより先回りして霊能者さん ががが答えたたたここことととと我が家に小さな子供いいることを言い当てたことでした、うん、続いて霊能者さんは朽ちたお墓が見えると言いました、うん、ちゃんと手入れされず荒れているお墓が見えるそれは今日あなたが見てもらいたいことと関係があるはずと、うん、私が霊能者さんに見てもらいたかったもう一つのことは夫側の親族に病人が続くことです、うん でも夫側の両親は常日頃からきちんとお墓にお参りし供養をしていたので私は少し不審に思いました、うん、霊能者さんにどうしてそのようなことが分かるのですかと尋ねたところアルバムをめくるようにいろんな映像が見えたりチューニングを合わせている時のラジオのようにいろんな音が聞こえたりするのだそうです、うん、そしてその映像がどの映像と関係があるのかどの音声と結びつくのか そしてそれがどんな意味を持つのかがわかるそうです。ただ、霊能者さんと見てもらう人の相性に合うか合わないかがあり、それによってはっきり分かったり、んぼんやりしかわからなかったりするそうです。朽ちたお墓に全く心当たりのない私は、私とはあまり相性が合わなかったのかなと思いました。帰宅後、夫に霊能者さんから言われた朽ちたお墓の話をしてみました。うん、夫は、 うちの墓はちゃんと月参りもしているし手入れもしているのにインチキ霊能者だな、うん、と言っていました、うん、ただ夫も少し気にかかったようで夫の両親に朽ちたお墓のことを聞いてみるともしかしてと岐阜が遠く離れた田舎の親戚の家に電話をかけたそうです、うん 夫の祖父は田舎からこちらに移り住んできたのですがその田舎には親族がまだ残っているそうで親族に朽ちたお墓の話をすると後日折り返し岐阜に電話がかかってきて朽ちたお墓の真相が分かりました、うん岐,えー、岐阜の田舎のご先祖様たちは霊園や墓地ではなく所有している山の中に、えー 墓石をててて埋葬されていたらしく、うんえー、電話を受けた親族がその山の中のお墓の様子を見に行くと、えーうん、墓石に腐った松の木が倒れて寄りかかっていたそうです、うん、田舎の親族も地元の寺の墓地にお墓を建ててからはこの山の中のお墓の存在を忘れていてかな、うん、くお参りする人もいなかったとのこと、うん、夫側の親族に病人が続いたのはそれを知らせるためだったのでしょうか 連絡をもらった夫の両親は慌てて田舎に行き、親族と一緒に腐った松の木を取り除いて破壊し周辺をきれいにし、お坊さんに参ってもらい、お経をあげてもらいました。うん、そのおかげかどうかはわかりませんが、その後は平穏無事に過ごしております。うん、霊能者とか霊感占いというと、うさんくさい感じがしがちで、コールドリーディングとかなんじゃないかなと思っていましたが、今思い返しても霊能者さんに私の名前さえ聞かれていません。 それなのに質問しようとしていたことを私が聞く前にズバリ答えたこと、うん、夫も知らなかった朽ちたお墓の存在を言い当てたことが不思議でたまりません、うん、この霊能者さんについてはママ友や友人たちが見てもらった時の話も聞きましたが見てもらう人が話したり質問したりする前に霊能者さんから確信をつく話をズバリされているようです<ー>やっぱり本当に見える人なのかなと思います 今回この霊能者さんのことを思い出し、わずかな記憶をもとにネットで検索してみると、なんとホームページを作っておられました。うん、今は特に気にかかることはないのですが、20年ぶりに見てもらいに行こうかなと思っております。うん、その時はまたご報告させていただきます、えー。ご活躍楽しみにしております。ということでいただきました。霊能者と朽ちたお墓の謎という感じでね、うん、え送っていただきましたけども、うんうん、20年前か。 だからまあまあ2000年入ってぐらいだからね、うん、でも朽ちたを測って全部の家庭にあるからね絶対探せば、ね、一族あるでしょ分かんねえなほら分かんないでしょうん、あるんですよ <laughs> なんであるっていうの <laughs> ないって言えない人はあるんですよ、うんうん まあわかんないよ。だって、それだってさ、自分のとこじゃなくてさ、もう山の中とか、ちょっと遠いところのじゃないう岸本さんも、だって、ルーツは鳥取屋って言ってたよああ、と、とか、そっちの方らしいよ。ですよね。だから鳥取にもし行ったら、朽ちた墓の一つや二つありますよ、絶対。岸本家の。あるかなうん。ああ、まあ探さなきゃわかんないけどね。そうそう。こういうふうにね。朽ちた墓は多分あると思うんだけれども、それよりも先に、やっぱり、あの、喋る前に聞きたいことを、 ズバッと当てるっていうのは、これはすごいよね。うん、だから、必要とした情報というか、うん、もらってる情報は生年月日のみだよね。ね。簡単に言うと。もし、そのママ友からの知り合いっていうことで、ね、事前に情報を多少もらってたとしても、はいはい、まあ、その情報をそのママ友が悩み相談とかされてない限りは、 悩みの確信まではちょっとやっぱり難しいからねそのママ友も当てられてるわけだし、うん、バチバチにねだからすごい人なんでしょうねね面白いけどねあとその朽ちたお墓をちゃんと手入れした後は、うん、あのは親族に病人が続くのが止まってるっていうのも、うん、まあまあね、えー、単純にいいことだからまあ相談してよかったんじゃないかなとは俺は思うけどね、うん、そうですね、うん、まあうまくいってんやったらね全然いいですよねうん、うん まあでもこの方もそうだしこの方の夫もそうだしやっぱ基本、ちょっとやっぱ疑ってるじゃないですかうん、うん、でそれでまあこの疑った目でこんだけねあのコールドリーディングとかも知ってるわけだから知ってる上でちゃんとそう思ったっいうことが結構、本当にいい人かもしれないですね能力を持ってる、うん、そうそうそのどうやったらなんか情報引き出されてなんか詐欺みたいに使われるかってちょっと分かって。 分かった上だからね。ねねうん、そう。だからそ。それを知らなくてならまだね、ちょっと、だいぶバイアスかかってるかもしれないけど。うん、そうそうちゃんと理性があって見てもらってるから、うん、それはなんかすごいなと、本物なんかなって思っちゃいますよね。ねでも、俺、結構気になったのはさ、うん、容姿あんまりよく覚えてないけど、痩せすぎの中年女性ってさ、<laughs> <laughs> なんかやっぱそういうイメージなのかなあ、霊能者かってこと、うん、でも、多いよね、細い人。細いよね、確かは、うん 太ってる人。テレビ出てる人はさ、みんな太ってるけどさ。テレビ出てないからさ本だだな。細いよな。うん。そうだわ。細い人が多いね。しかもガリガリ。そうそう。多い多い。テレビ出てる人だけだな、太ってんの。今思ったら。テレビ出てるから太ってんだよ。あ、そうなのテレビの映画。儲かってってこと。うん。ってことじゃないのかな。かなぁ。 でも確かに細い人多いねそして中年女性っていうか中年女性よりもっといってるイメージだけどね、うん、年齢的には多いよね女性ねうん、うん、ガリガリの女性って多いわ確かに本当にそうだね、うん、いやなんかだからイメージでちょっとそういう人なのかなとか思ったんだけど、うん、なるほどね確かに多いかもしれんたでまたそのホームページが出来上がってるからうん 見ても,らって、ね、もう一回、追加情報がね。20年ぶりに見てもらうっていうのはちょっと面白いかもね。うん、いいっすよね。過去にさ、ちょっと見てもらった人とか、もう一回見てもらっていいかもね。忘れたような頃に。うんうん、なんか、だから例えば俺さ、さ前世とか見てもらったりとかってして、数年後あって、うん、全然違うの言われたらどうしようとか思っちゃうから。まあ、でもそれもしたら前世、前々世かもしれないからね。<laughs> うん そことかね。うん。って言うてきますよ。気使っちゃうのよ。あの、それ前世。今言ったの前前世って。それさえもはっきりさせちゃってる時とかあるからまあね。あの、何個前とかね。ある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 。言っちゃってる時あるから。でも大体覚えてないよな。そう、絶対覚えてない。何個前とかさ。怖いなもう言われたもんなうん。逆に気使っちゃう俺、その状況。そうね。確かに。 前とは違うけど、みたいな、なんか言っちゃいそう、こっちから。<laughs> はい。というね。まあ、えー、いろいろいただきました。たはい。あのー、こちらももちろん、お便りグランプリに、ね、ノミネートということでございます。はい、はい。ということで、じゃあ、えー、今回は終わりたいと思います。うん、えー、我々 Twitter などもやっております。都市ボーイズで検索すると出てきます。えー、あとは過去はア、アーカイブはブログでも聞けるようになっております。 えー、さらに、トシボイズメールございます。トシボイゼロに、アットマーク、gmail.com。toshi, boy, s ゼロに、アットマーク、gmail.com。ご意見、ご要望。えー、あとは、お便り、1グランプリのお便り、こちらでございます。えー、ぜひ。すごい、これ。すごいバイク走らしてる。バイクか、これ。うん、バイク。ということで、えー、じゃあ、締めたいと思います。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ。 どうでしたどした